さあやっていきましょう。封印ですね。やっていこう。さあ前回はなんかね、あの総当たり戦があったというところからですね。扉開けれた。ということはそういうことだよね。シラスさん呼び寄せるんだよね、この感じだと。でナズナちゃんは住んでいるって見たけど、解放されてるけどまだ4話だから、で4話だからまだで、カルスミ先生は回復されてない。ってことは、シラスさんだよね。オッケー。じゃあ、シラスさん行きましょう。タイトル何だった？ほこらだった。一度、奥土院の手前まで行き、そこの分かれ道から谷間の方へと下ってくる。ここら辺で叫んでた。ルッカちゃんルートで。風滅の寝具があるとすれば、この山にあるほこらのうちのどれかだろう。渓流にも古い祠がある。多分セビさんも向かっているだろうから、そこに神宮が祀られている可能性は高い。この先だな。セビさんいるといいけど。橋を渡り、川沿いに道を下り降りた先が渓流だ。嫌な空気だ。渓谷だ。境内ほどではないが、この辺りも正気が濃い。橋を渡り始めると、おびただしい量の正気が谷底から吹き上がっていることに気がついた。それだけじゃない。これはかなりの魂がさまよっているな。正気の影響を受けたせいだろうか、幾多の白いもやのような霊体が欄干の隙間からこちらを覗いたり、林の奥を漂っている様子が伺えた。動物霊や山で亡くなった人の霊だ。かつての戦で命を落としたであろう、半ば趣味と化してしまった人の姿をとどめていない例もある。驚いた。今までは気がつかなかった。この山にこれほど多くの無縁仏がさまよっていたとは。かつての大戦の死者を弔う慰霊碑は山の中にもいくつも建てられている。だが今はまるで役に立っていないようだ。さまよう霊よ、すみません。今はどうすること。慰霊碑とかって建てても、その天には帰れないのかな、霊の人たちは。なんかこう優しい気持ちにさせるだけであって、そういう感じなのかな、うん、この騒ぎが。だから慰霊碑壊されると怒ったりする。必ずや皆さんを成仏させて差し上げます。僕は橋の真ん中で足を止めた。両手を合わせ、目を閉じながら苦しげにさまよっている魂へ心の中で誓う。行きましょうか。行きましょうか。一歩足を動かすごとに吊り橋が大きくきしむ。それはまるで死者たちの苦悶の嘆き声のようだった。いたたまれない気持ちになりながら橋を渡って向こう側に行く。このまま川沿いに下れば祠の前だ。きっとセビさんもその近くだろう。急いでセビラの探そう。うん、複雑やな。こまめなセーブしとこ。ほい。左から行くか。なんだ。こんにちは。ほい、これですね。熱。どうした。どうした。びっくりしたよ。下からなんか出てきたからちょっとビビった。根津子の木が立っている。そびえ立つ木を見上げると少し前の記憶が蘇ってくる。これは見上げたってことでいいのかな。それも出遅れたんかい、君、背景の君。遅刻してきたんかい。あの時ここで学園から彼に再会した時、学園から彼に再会した時にはこんなことになるとは思っていなかった。学園から彼に。なんかちょいちょいおかしいような気がするけど。セビさん。はい、セビさんです。とにかくセビさんを探さないと。それだけか。ザコとのエンカウント、メッセージ読めば避けやすいのかな、これ。なんかこの気配は何だ。それもちょっと分かって。大地の精霊様はシラスさんには何も語りかけてこないんだね。ここにいる精霊様は。そうなんだ。大地の精霊様は無視するんだ、ね、で左が祠じゃん。で先水、来ないわ。じゃあはい、祠。あ、いた。シラスか。おお、合流。
祠の前にセビさんの姿があった。セビさん、セビさん。やっと再会できた安堵に思わず表情が緩んだ。小走りで小走りで祠へと駆ける。急いでセビラの探そう達成。よかった、ずっと探してたんですよ。よくぞご無事で。シロス。え、セビさんは僕の方を振り向くや厳しい声で言い放つ。伏せろ。後ろから呪霊、創世の時へ帰りしキルシの声。殺す気じゃねえか完全に。え、呪文を詠唱し虚空に印を描く。いいでいっけ、印を描くセビさん。わあ、ジョワンジョワン言ってる、ジョワンジョワン言ってる。攻撃呪文を唱える気だ。ちょ、待ってください。防御呪文、我が剣となる。慌てて地面に這いつくまる。その頭上を無数のかまいたちが突き抜けた、吹き抜けた。ち、やはりな。全く聞いていないか。風霊かな、この感じだと。セビさんは険しい顔で舌打ちをした。僕は身を起こし視線の先を追う。え、ああ、うん、こ、え、うん、どの視点、これ。シラスさん視点ではないのか、これはシラソンだもんね。うん、じゃあやっぱ神の兄か。僕の背後にゆらゆらと黒い衣が漂っている。なんかでも神の兄貴のパターンと神の兄貴じゃなさそうなパターンがある気がするんだよな。気のせいかな。表情のない仮面にぽっかりと開いた二つの穴がじっと僕を見下ろしている。風霊。そうか、やはりこいつは風霊なのだな。俺の構えたちをまともに浴びたはずだ。あ、でも本物か。じゃあ風霊の体に傷一つ、それどころかまとっている黒い衣にすら傷らしきものは見当たらなかった。なずなよ。あ、てかここにいるのか。今気づかなかった、緑だったから気づかなかったわ。あー、なずなちゃんじゃないかな。吸って、あなたたち程度の低級魔法効かないわ。強く。他の異形たちと同じというわけにはいかないか。魔術自体効き目がないようだな。強い女の子だったりしないから、ナズナちゃん。実は強い女の子。ユウちゃんみたいに強い女の子だったりしないから。そうですよセビさん。我に返り風霊から距離を取る。風霊は何人たりとも触れることすらできないんです。魔術は効きません。ナズナちゃんはローブ拾ってたよ、仮面とローブ。僕は身構えるセビさんにそう叫んだ。ああ、よくわかった。宮司、これは風霊に間違いない。役職で名前を呼ぶな。名前で呼んでくれ。はい、おそらくは。僕も見たのは、エストレージと呼んでくれ。エストレージって呼んで、エストレージって。封印に害するものを排除するのだな。ええ。だから攻撃してはいけません。もうしちゃったよ、今。風霊の意志を邪魔する存在だと。自ら示しているようなものですよ。もうしちゃった場合はどうすればいいんですか。そう言われても。やっちゃったもんね。風霊はふわふわと宙を漂いながらこちらの出方を伺っている。結構悠長だな、ジーナーに。と不意に高く舞ったかと思うと僕めがけて急降下した。危ない。ゴーストダイブみたいな。ああ。空を飛ぶかな。とっさに伏せて攻撃をかわす。ずっと伏せてないか、シラスさんは。黒い衣が魂を狩る死神のように僕の上を滑空した。ただそれだけでは全身の毛が逆立ち、ただそれだけで全身の毛が逆立ち、息ができなくなるぐらいの圧迫感を覚える。これが風霊の挽回。これは空のイメージってことでいい？飛んでるっていうイメージってことでいいのかな？そういうこと？恐ろしいほどの力を感じる。風霊は軽く触れるだけでも僕の命をたやすく絶ってしまうだろう。待ってください。どうか誤解しないでください。僕たちは封印を解こうと薬剤を放とうとしているのではないのです。うん、言葉通じるかな。でもなんか歪んでしまった異形たちも言葉は通じてたもんな。無駄だろう。俺が祠を開けただけでそいつはここに姿を見せた。間違いなく俺たちを殺す気だ。そんな仕方ないだろう。外へ出るためには風霊の意志に逆らい封印を破るしかない。それともお前はこの封印の中で一生化け物やこいつと暮らす気なのか。いえですが。やっぱそうだよね、封印破るしかないっていうことになるんだよね。
受け取れ。あ、はい、あざす。セビさんは一冊の本を投げて渡してきた。え、予想外のことに体が反応できない。僕は本を地面に落としてしまった。バカ。あ、すみません。シロス、危ない。いや、投げたのお前だろ。慌てて本を拾おうとする。するといきなりセビさんが僕の体に飛びついた。風鈴。セビさんに地面へ引き倒され、か紙一重のところで風鈴の攻撃をかわす。ダメです、セビさん、一度ここから離れましょう。何を言ってる、本を拾え。はい。もうすべて暗記しました。さっき空中でパラパラめくれた時に全部暗記したんです。頭上を飛び越えた風鈴は一旦林の手前まで行き、そこで動きを止めている。僕は今のうちに地面から本を拾い上げた。これは、これですね、風滅の真偽の場所を示した本は。話が早いな。やはりお前も探していたか。だが風滅の真偽はすでに見つけた。この祠に封じられている。なんですって、全然違う場所ですよこれ。では、この本には。あ、違う、ね、そういう展開になるわけじゃない。真偽の取り出し方が記してある。さあ早くするんだ。わかるだろう、これでは祠に弾かれる。もうなんかいいんじゃないの、風鈴来たから。ゼビラさん試してみても、来ちゃったなら。そうか、やはり風滅の神具はこの祠にあったのか。セビさんの言う通りだ。祠の中には神に仕えるものしか手を入れることはできない。つまり神具を取り出すことができるのは神職にある僕だけなのだ。わかりました。じゃあ、ってことも別に風鈴そんなに警戒する必要ないんじゃない。大概の人取れないんでしょ。とにかく本を開けて中を確認する。避けろ。え、またセビさんに袖を引っ張られて僕は地面に倒れ込んだ。風鈴をこの祠の中に引き込むのはどう。ガーってなるんじゃない、なんか電流みたいなの流れて、そういう感じでジンの兄貴死ぬんじゃない。再び風鈴が疾風のように突進してきた。ねえ、いけるでしょ、神職しか入れないでしょ。その攻撃をどうにか逃れる。ぼやぼやするんじゃない。はい、でも風鈴は僕たちのことを誤解している。お互いに争う意志はまるでないんだ。やめてください。僕たちの目的は同じなんです。ああ、いいな。空を飛ぼうしている風鈴、なんだろうなこれ。なんだろうな、ごまかしてんな。だいぶごまかしてる感がある。ただ封印の木を元に戻すため一時的に結界を破ろうとしているだけで。無駄だ。だ、風鈴は全く聞く耳を持たない。またもセビさんに腕を引かれて命拾いする。何個命拾ってんだよ。すみません、助かりました。4回ですか。僕もう4回ぐらい死んでますね。音声認識ですね、ありがとうございます。のんきなことを言ってる場合か。早く神具を取り出すんだ。シラスさんなんか本当にのんきだよね。どこまで行っても会話がなんかセリフがのんきというか、読み方がのんきというか。あ、はい、マイペースだな。ですがそう言われても、うん、身を翻した風鈴はすぐに攻撃へ移ろうとしている。説得は効果がなく、戦う手立てもない。残された道は神具を取り出すだけなのだが、こんな状態でそれができるのだろうか。わかっている。なんか順番があるってこと、取り出すには。え、いいか、俺が時間を稼ぐ。おい、死ぬやつだぞそれ。お前は必ず神具を取り出して封印を中から破るんだ。取り出した瞬間にガーってなってるやつだぞ。セビラノさんがなんか血吐いて倒れてるやつだぞ。セビさん、そんな無茶です。殺されますよ。他に方法があるか。あるなら今すぐ教えてくれ。だから風鈴を心の中に引き入れるんだって言ってんじゃねえかよ。その戦術どうって、ちょっと検討してよ。それはなんとか風鈴を説得できれば。まったく、お前は。ああ、セビちゃんの方に行くとね。あ、シラちゃんも。なるほどね、4話中はこの2人はここで風鈴と戦っているということか。あ、でシラスさんここで終わり。そう、でもなんか出る気がするな、新エンドみたいになったら。でセビちゃんはもうちょっとある。場所は同じだね。風鈴、呪霊の運命、希望の兆し、創作。創作で終わっちゃうのか。呪霊の子、あ、ルッカちゃんと会うんじゃないのかな、この感じ。ナズナちゃんいいじゃない。なんか迷宮ってこっちにもなかったっけ、どっかに。違うな、ルッカちゃんの方だっけ。
あ、違うか。なるほどね。じゃあ、これでって5分がそろそろ進められるかな、次回から。はい、じゃあそんな感じですね。結構短いな。はい、ありがとうございました。ありがとうねー。